おい寒い。マジで寒い。あ、おときです。ぐうまです。きのこたけのこはきのこ派です。あ、俺たけのこです。もう離婚やな。そんなですね、なんかこう廊下から来た時に階段で急にレトロな感じになるので階段を乗ってくよ。頑張るので高評価お願いします。えらえら掃除するぜ。僕は掃除が大好きなんだな。嘘つけ。今日から俺はこの家の掃除番長だ。絶対やな。自分が飲み終わったペットボトルしか捨てずに食べ続けてる。わ、ほんとだ、すげえ誇り。凍るぜ。俺水拭きやからな。ちなみに今マイナス5度です。嘘つけ。多分今って思った人いますよ。伊豆はそんな寒いんだってなる。だから本当はさ、壁をやってから下やった方が絶対順番的に綺麗にいくし楽なんやけどさ、いつも逆だよね。確かに。まあしょうがない。いいですか、見切り発車チャンネルだし。ここを塗ります。熊さんは上からここを塗ってきてます。俺は下からここを攻めます。あれ、シーラーめっちゃ早く終わるじゃない。めっちゃ早く終わる。どうしような、ここ抜くか抜かんか。そうか。手を塗る男たち。なんか見たことあるような絵面だな。まあなんで。はい、じゃあ大体です。これで完成です。よっ。結構痩せるんだよな。やるでー。メガネ持ってこう。またいでれば。うん、またいでれば。あ、オッケーです。塗っていくぜ。あ、これは二度塗りだな。二度塗り必須案件。はい。白はな。しょうがないよね。はい。ここはどうしますか？このの欄、クッションフロアがかぶる。あ、なるほど。うん、マスキングテープも買ってある。あ、出す。ちょっと最後に残しておきます。うん、ごめん、ペンキが全然足りんわ。出してきてもらってもいい？です。別に。階段の一番最初のあれがあったらよかったな。汚ねえ絨毯履いてあるかな、ね、小峠は面白いよね。小峠は面白いっすよね。おお、きれいきれい。面白い。クリスマスっぽいっすよ、ちょうど。マジで？はい、わかんないけど降臨ナイトの感じする。ごめん、そんな気します。わかんないけど。余った量でちまちま塗ったら一緒やな。いい、こんなの。あ、お菓子みたい。面白い。このままでもいい気がしてきた。オッケー。え、なんで？めっちゃ。え？35投げよ。むちゃんこ投げ。マジですか？うん。え？3。あ、32.5だ。え？なんで？31.5だ。31.5。やべえ。すいません。そうか、俺の計算が。すいません。あ、でも短いのここら辺で使えます。俺が計算できないのが計算外だった。春でいい。春でいい。これを剥がしておく。はい。剥がれないぜい。あ、いけたぜい。おお。おお、ぴったり。ぴったり。裏折ったか。オッケー。あれ？ん？はい。お、今いった気にする。おお。ケースバー。おお、いい感じですね。おお、いい感じ、いい感じ。うん。うん、気持ちいいぐらいぴったりだね。うん、OK。ションフロアと白ペンキ。これいい感じじゃない？うん、綺麗ですね。やっぱレベルが上がってますよ。だいぶ綺麗になりました。そして今日はタイムアップ。この段まで。意外と時間かかっちゃった。意外と時間かかっちゃったね。はい。まあ次回でちょっと壁とかもいけちゃえばいいかな。いい感じですね。じゃあチャンネル登録。せの。以上。よろしくお願いします。よろしくお願いします。